はい、皆さん、まるです。そしてなんと昨日届きました、この大きい段ボール、茨城県のK様からまたまたお猿さんまるくんへの差し入れです。なんか見えてませんよ。ありがとうございます。では早速まるくん開けちゃいますか。まるくんすごいねこれ。じゃん。はい、まずミトの豆尽くし、これ見てください。黄門様のふるさと、そしてミトの味はいろいろ豆そろい、来ましたね。おっと、こちらにもミト黄門様が。さあこれ皆さんに分ける前にちょっとまるくんいただきましょうか。じゃじゃーん。おっと見てください、この豪華な箱。いっちゃいますか。それではまるくんオープン。うおー、これはまるちゃん、ちょっと見て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 ね。いやいや、お前ね、ちょっと見てる、どっち見てるの。こっちこっちこっち、まろ。じゃーん。伝統と匠の技。いやいや、今撮影してるから、ちょっと僕とまるくんちょっと勝手にずらさないでね。いやいやいや、ちょっとほらね。じゃあまるくん、まずは右端のこちらから行ってみましょうか。いやいや、分かったから。いや、まだ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 、ちょっとそうそう、今映してるからさ。よーし、はい、先に撮らないよ、まだだよ、まるくんまだですよ。とりあえずまあ節分じゃないけどね、今日はこの後舞台もありますから、ちょっと画面から切れてる、画面から切れてるってば。ちょっと今日はこちらのまず豆4つ、はい、4ついっちゃいまーす。画面切れてるからちょっと慌てないで慌てないで。いや、ありがたいですねって言っても見えてない。まるちゃん勝手にずらさない。この後ほら舞台があるからさ、ね、あんまり食べるとね支障が出るから、先にちょっとだけね、もうちょっと食っとこうかな。おっと、来てます。来てます。一気にいっちゃいました。もうないから。というわけで、改めて、茨城県のK様、ありがとうございます。ちょっともう一箱は、また、次の動画で紹介しちゃうまろう。ねえ。ねえ。はい、マロでした。ありがとうございます。